はい、こんにちは、千代です。レジン久々です。セリアさんに着色剤が出たらしくて、それは教えてもらって、スタックじゃないけど、なんかやってくださいみたいなのがあったんで、セリアさん行ったら本当にありました。何回か言ってるんですけど、私見落としてたらしくて、ちゃんと見たらありました。なんかね、レジンのところにこうやってぶら下がってたんで、レジンかと思って素通りしてましたら、着色剤でしたね。とりあえず買ったのがイエローと、レッド、ブルー、ホワイトです。ほんで、ついでに、なんか見たことないシリコンがあった。前からあるんだろうね、きっとね。もう夏終わっちゃったけど、まあここは一年中海なんで、貝、かわいい人で、あとイルカと、カメさんと、クジラの尻尾、人で、これを作ってみまーす。でね、比較するって言っても、宝石の雫、なんだっけ、なんかそんななんかあったよね。何と比較していいのかよくわかんないんで、比較はしないです。何かの商品と比較っていうのはしなくて、この100均さんの着色剤がどんなものかっていうのをただ使ってみたいだけです。やってみます。はい、比較しなくても別にこれがちゃんとなんていうの、混ざってでムラもなく硬化できれば別に問題がないっていう言うだけで、特に比較はしないです。でこれは前にキャンドゥさんがどっかで買った20枚入りの朝食パレット使い捨てタイプです。よいしょ、20枚でしょ、4枚使う。おりゃ、今日は店です。11月行楽シーズンで、夏が終わって秋の方が混むんですよ、ここと思っちゃうんですけど、ずっと台風で土日ばっかり台風で9月10月が開けれなくて、今もう11月ですね。はい、先週の3連休、11月3連休開けたんですよ。真ん中ダメだった、天気悪かったから買い物行った、ちょっと用があってでも前後開けれて、結構ソフトクリームやばかった、出ましたね。息子2人に手伝ってもらいました。で今日は普通の土日の土曜日です。11月今日9ですね。いやー、レジンマジ久々。つうかレジンの液体をね、増税前に買おうとしたんですけどね、私はね、買い忘れっていうか、まあ買えなくてだな予算なくて買えずで、今ねまだ買えてないんですよ、実は。だからね、店もレジンはね、レジンだけはちょっとお休みしてるんです。ソフトクリームと雑貨だけで、今ねレジンはほんとあるだけです。これか、かわいい。天気ですね。でももうだんだん寒くなってきて、さて何しようかな。じゃあレジンはちょっとこの なんだっけ、誰だっけ、お前は誰だ、誰だっけ、なんだっけ、これマサルだっけ、マサルだ、マサル使います。まず普通に
4つやってみようかな。適当にやってみよう。なんだこれ、なんか静電気でレジンが側面にくっつくんですけど、なんだこれ。なんかこの間にちょっと一本なんか動画を撮り途中のやつがあるから、なんか動画を出す順番でちょっと会話がぐちゃぐちゃになるかもしれないですけど、その都度の会話でいきます。ということで、明日は七五三なんですよ、次男の大安なんで明日にしました。天気は賭けでいきました。なんとかできそうな天気予報ですけど、どうなることやら。明日私も着物を着ようかと。長男の時の七五三も着たので、成人式の着物です、自分の。袖を切ったので、切ってあるので、そしてこれにちょっとじゃあブルー入れます。中のなんか注意書き、レジン液を適量出し、着色剤を 1,2 滴入れ、用事などでよく混ぜ合わせます。型に注ぎ硬化させてください。はい、よく振ってください。はい、わかりました。おーりゃ、よし、やった。 1,2 滴、量は 3g ですね。少なくね。ちょっともうちょっと入れた。つか出ないんだけど。あ、すっげえ、なんでこれ、なんか。粘り気があるの？さらっとはしてないの？はい、ブルー、5。次。赤。あ、粘り気があるんだね。ほら、下に向けてもサラサラ系じゃないですね。あ、全然あれ、サラサラ系じゃない。絵の具みたいな感じです。へえ。あのさ、なんだっけ、宝石のなんだっけ、なんとかってやつし、わあ、あれサラサラ系じゃん。これはなんで、なんだろう、成分特殊アクリレート樹脂管理、よくわかんねえ。とりあえず絵の具系ですね。液体じゃない、液体、うん、液体じゃない、サラサラ系じゃない。おりゃー、なんかもう11月ですって、半ば、やばいね、もう12月だよ。
年賀状だってさっきポスト見たら年賀状かい、ああすぐ出ちゃった、これ一気に絵の具みたい。なんか白は点で出ない。そして混ぜる。私1年半ぶりに昨日歯医者行ってきた。歯が痛くて、あのね、妊娠中に歯を治せとかよく言うんですけど、私行けないんだよね、妊娠中なんかいつも。座りで 歯なんか絶対いけないみたいな。よし、明日寒いのかな、着物って暑いのかな。去年長男の入学式の前に以来だから1年、いつぶりだ、綺麗に混ざります。一瞬でなんかさーって、あのパステルの粉とかと違って、うん、粉の顔料よりも混ぜた段階ではすごい使いやすい。あのさーって溶ける。何に使う、これさ、イルカやりたいけどさ、こんなにレジンもっと入れなきゃじゃん。人魚の尻尾にしよう。さっきクジラって言ったけど。にしても足りない気がする。あれで？足りない。粉の、そうね、顔料より全然使いやすい。私、そうそう、2週間風邪ひいてたんですよ。やっと、昨日、今日ぐらい良くなってきました。2週間前の金曜日に、喉を猛烈に痛くなって、声が出なくなって、いつものパターンなんですけど。で、風邪薬が飲めないから、やべ。解熱剤は飲めるんですけど、持ってるんですけど、授乳中なんで、風邪薬は飲めないから我慢してて、でも熱が7度7度ぐらいしか上がらなくて、2日目に。土日さ、そう、2週間前の。そう。やべ、思った以上にあったな。戻そう。で、解熱も結局飲まずいたら、そう、喉の痛いのが治ったら今度は咳が止まらなくなり、ひどい日で一日中、普通夜出るんですけど、でも夜も寝れないし、
まあ毎度のことなんですけど、で咳止めだけはちょっと本当欲しくて、だ実も咳ひどいんで、あのアネトン咳止めってやつ、市販で売ってるやつ、液体、しかも液体、それしか私効かないんですよね。なんでか、それが相性が合っちゃって、んで、それはでも薬剤師さんに聞いたら授乳中はダメって言われちゃって、しょうがなく病院に行きまして、でやっとあの効いてきました、薬が。それでも、それでもね、2週間、丸2週間ですね、風邪ひいてました。熱は幸い最初の2日間ぐらいで終わったんで、あともうずっと咳、鼻水もそんなないな。でも病院行った時にすでにもう気管支炎になってたらしくて、咳しすぎて喘息にはなってないんだけど、でもともと私は気管支弱いんで、あの私アタクス、なんか喘息測る機械みたいになってやったら、もう少しで喘息になってたかもよとか言われて、そうやっとなんだ。もうね、夜寝れないのつまらないし、あのままね絶対ぜんそくになるかと思った。夜寝れないのつらいですね。あと薬が飲めないのがねつらいですね、やっぱり。なんかもうこれを機に、あの断乳じゃない卒乳しようかと思ったけど、粘ったね。蜂蜜よ、蜂蜜。もうね、蜂蜜を舐めたり、蜂蜜すごい喉に殺菌作用になるんですよ。蜂蜜、もうボトル半分ぐらい舐めたな。でも歯医者がちょうどあの咳が収まってからよかった。咳してて歯医者嫌ですよね。ストップみたいな。皆さんは大丈夫ですか？風邪ひいてないですか？季節の変わり目っていうか、変わるなら変わっとっとと変わってほしいんですけど、変わらなんかこの徐々に変わってんだか変わってないんだか、急に暑くなって急に寒くなったのにやられましたね、まんまとバカみたいに。まあそれでもね、健康管理はちゃんとされてる方はそんなんじゃ風邪ひかないですよね。じゃあ私あと分かってるんですよ、もう一つね、夜中の授乳でね、あのそいちちしてるんですけど、それでね、あの眠さのあまりね、背中と腹出したまま寝てたのがいけないんですよ、寒いのに。いやもう眠気に勝てなかった、マジで。長男の時はちゃんとマタニティ買ってたんで、不協服、あの授乳口がついてるやつだったんで腹を出すことはなかったんですけど、今回その授乳口付きの洋服を一切一枚も買ってないので、あの風邪ひきました。まあ普通のあの前開きのボタンのパジャマでもいいんですけど、いやー年だね、なんか頭回んなくて、自分のことにまで。
のせいにしちゃいけない。知ってます。分かってます。ね、一個年のせいにしたい、いいことっていうんですかね、なんかね、めっきり朝が強くなって、若い時は朝は弱かったんですけどね。長男のお弁当を作るのに5時6時起きとか全然普通に起きれるんですよね。年ですよね、それきっと。高血圧になったのかな。いや違うな、血圧は戻ったはずなんだよな。そう、神社明日ここのそばなんで、七五三いつもの祭りの神社なんですけど、もう今日も結構歩いてます。可愛い女の子がさっき歩いてました。7歳と3歳。よし、ちょっと硬化してきまーす。なんか貝が失敗したの。白もうちょい入れようかな。貝がね、もうちょい入るんだよね、これ多分。ちょっとなんか見にくくて。貝何がしたかって、間違えたんですよ。これブルー先入れて、真ん中に白さ後に入れるんですよ。それを逆にしちゃったっていうね。色がもうないんだよ。作ろう。だからこの100均のレジンは、ここの混ぜるとこまではマジ本当に最高。このなんつうの、液体じゃない、液体じゃない、固体じゃない、なんつうの、このちょっと絵の具みたいな感じ。混ざりやすいです。粉より全然混ざりやすい。パステルより全然混ざりやすい。もちろんそうだけど。で、絵の具よりもなんかムラにならない。スーって混ざるんだよね。なんていうんだ、ほら、もうすぐなんかムラなく混ざるっていうんですかね。よく私がアクリル絵の具使ってるんですけど、もう、やっぱあれはアクリル絵の具なんです。これ着色剤なんで、スーって混ざります。ごめんね、説明が悪くて。なんていうんだろう。さーって混ざる。全体にムラがないって言った方が早いかもしれない。ムラなく混ざる。ただ量は少ないかな、本当に。これで100円だとうんっていう感じかもしれない。もしかしたらもう今だって白に関して結構もうないっすもん。はい、硬化してきまーす。あ、表硬化して裏硬化してきます。はい、硬化してきました。とりあえず余ったら全部入れたんで、気にしないでください、イルカの 色とか。で、一番最初に入れたのが、これ。はい、こんな感じです。
綺麗ですね。普通に、普通です。普通、はい、普通です。に綺麗に染まってます。普通にあのカラーレジンで作ったかのような、マジ超綺麗で、硬化不良とかも特にないですね。はい。次、赤。赤ね、なんかヒトデちゃんいっぱいです。ちょっとバリが。はい。色はまあクリアですね。クリアのやつなんで全部。うん、綺麗です。ムラもないですね。どっかが塗料が寄っちゃったりとかもしてません。綺麗に染まってます。次、黄色。はい。黄色も綺麗です。カラーレジンって本当に作った感じ。はい、次。白。白に関してはごめんなさい。ちょっとブルー混じったからクリアかわかんない。クリアじゃないのか、白。あ、やばいやばい、落とした。よいしょ。また割れてない。普通の白、綺麗ですね。ちょっとあとはね、ごめんね、これ余ったからちょっと入れました。イルカさんに入れました。はい、あと亀さん。かわいい。はい、ってな感じですね。できました。作ってみた感想は、最高です。幼稚か？子供か？最高です。ここに液体なので混ざりやすいって袋に書いてあるんですけども、サラサラの液体を想像してたんですけど、全然違いました。どっちかっていうと、あ、寒いから、ほんとサラサラなのこいつら、んなわけないよね。いや、ほんとになんか絵の具みたいなドロッと、ちょっとドロッとした感じ、だからポタンポタンポタンって落ちるのを想像したんですけど、落ちなかったですね。なので、もしそれ、あ、寒いから固まってんじゃないよね、これねっていう。え、じゃあほんとそうだよね。プタンプタンプタンって落ちるの液体ではない。ちょっと固体っていうか、絵の具よりは柔らかい感じ。なんじゃそりゃ。絵の具ってもち硬いじゃないですか。アクリル絵の具っていつもやってるんですけど。でも違う。もうちょい、絵の具と液体の間ぐらいな感じ。ごめんね、わけわかんなくて。ちょっと柔らかい感じ。かな。ただでも混ぜてるとすごい綺麗に混ざりますね。やっぱり絵の具とかだとちょっとアクリル絵の具とかだとちょっとダマになっちゃったりとか、色がしたりとかしたところ回るったりムラになったりとか、濃いとこ薄いとことか、まあよく混ぜりゃいいんですけど、それも混ぜ方なんですけどね。で、あとはまあ粉とかだと本当にダマになっちゃったりもするんですけど、まあそれも混ぜ方なんですけどね。私みたいにドヘタのやつがやるんであれば、これ最高にいいですね。簡単に綺麗に混ざる。はい。レジンと。超綺麗に混ざりました。それで使ってみた感想もすごい綺麗に、ムラなく固まりましたし、硬化も普通に綺麗にできました。はい。なので100円でちょっと着色剤って言って手に簡単に入るんであれば最高じゃないですか。3g つったってこれ結構まだ余ってますもん。中は見えないんですけど、はい、てな感じで今日はセリアさんのこの着色剤、レジン着色剤を使ってみましたら、
最高でしたっていう結果でした。はい、はい、な感じです。販売とかで作品作るのにも全然問題ないと思いますよ。いいと思います。綺麗です。でレジン同士、これ着色剤同士混ぜてもまた使えるらしいんで、これとこれでピンク作ったりとかもできます。はい、以上です。じゃあそんな感じでした。久々のレジンでごめんなさい、まだ慣れてなくて、缶もこれもほんと持ってないです、すいません。ちょっと試してみたかっただけです。ただまあちょっと使ってよかったです。もっとサラサラの液体かと思ってたら違ったっていうのも分かったんで、はい、こんな感じです。今日見ていただいてありがとうございます。またね、バイバイ。勝ち直すね。もう治ったよ。もう治ったと思ったら次は歯医者だよ。マジ本当に 何にもない時ないのかね、本当にね。いいっす、一個一個の いきます。一個一個直します。風邪ここだからね、1ヶ月で新しい、初めて行ったないか、呼吸器科だな、あれはな。うん。気管支炎だったんで。呼吸器科初めて、生まれて初めて家のそばにある新しくできたところに行ってみたら、超いい病院でした。優しかったです。あと、歯医者行きました。はい。一個一個。一個終わって、また一個増えて、また一個増えて。いつこんなんで、こんなんでいいっす。いつかなんかなくなるかもしれないんで、いいっす。はい、うまく付き合っていきます。じゃあね、バイバイ。みんなも風に気をつけましょう。お互いに。